長距離砂漠停止隊は第二次世界大戦におけるイギリス陸軍の偵察襲撃部隊である。元々は長距離巡視隊と呼ばれた。この部隊は1940年6月にエジプトでラルフ・アルジャー・バグノルド少佐によって創設され、アーチボルド・ウェーベル将軍の指揮のもとで行動した。バグノルドはパトリック・クレイトン大位とウィリアム賞隊の補佐を受けていた。 当初は人員の大部分がニュージーランド出身であったが、時期に南ローデシア人とイギリス本国人の志願者が加わり、そこで新たな参加部隊が組織され、より知名度の高い長距離砂漠停進隊に名称が変更された。LRDG は数にして350名を超えたことがなく、その全員が志願者であった。LBDG は特に イタリア軍前線の後方における新選考活動、隠密の偵察警備行動、そして、諜報作戦を遂行するために組織されたが、時折は戦闘作戦にも携わった。LRDG は砂漠業の熟練であったことから、時には特殊空挺部隊や諜報員たちを含む他の部隊が砂漠を横断する際の案内を任ぜられた。 1940年12月から1943年4月にかけての砂漠戦域の間に LBDG の車両軍は絶えず、通軸軍前線の後方で作戦に携わっており、期間全体において不在であったのは総計してわずか15日間であった。おそらく彼らの最も特筆に値する攻撃活動はキャラバン作戦の最中、 1942年9月13日夜のバルカの街と付随する飛行場に対する攻撃である。しかし彼らの最も重大な役割は道路監視であり、その間にトリポリからベンガジに至る幹線道路の往来を秘密裏に監視し、イギリス陸軍司令部に情報を送っていた。1943年5月にチュニジアの数軸軍部隊が降伏すると、 LRDG はその役割を変え、地中海東部に行動の場を移し、ギリシア諸島やイタリア、バルカン半島で作戦を実施した。ヨーロッパでの戦争が終わると、LRDG の指揮関連は、イギリス陸軍省へ、部隊が極東地域へ移され、日本軍に対する作戦を行えるように請願した。この静願は尻けられ、LRDG は1945年8月に、 解散した。戦前、ラルフ・バグナルド少佐は砂漠における車両の維持と運用の方法、誘導の方法、そして連絡の方法を学んでいた。1940年6月23日、彼はアレクサンドリアの中東司令部の司令官、アーチボルド・ウェーベル将軍と面会し、長距離の偵察業を行い、リビアのイタリア軍前線の背後における 情報収集を目的とする一体という、自らの考えを説明した。ウェーベル将軍は、第一次世界大戦期に、エジプト遠征軍の連絡将校を務め、砂漠戦闘を熟知しており、バグノルドが示唆した考えを理解して指示した。ウェーベルは、部隊が装備を整えるにあたって助力した。当初は、第一長距離巡視隊として知られた、当部隊は、 1940年7月3日に創設された。バグノルドは、精力的で、殺身的で、自信を備え肉体的、精神的に強人であり、リビアの砂漠で隔絶された状態で生活し、戦うことができるものを求めた。ニュージーランドの農業従事者に、そのような特質が見られると、バグノルドは感じ、第二ニュージーランド師団から志願者を募る許可を得た。 投資団の半分以上が志願した。2名の士官と18名の管理、技術部門人員を含む85名の高い級が最終的に選出され、ほとんどは、師団機兵連隊と第27機関銃大隊からの者たちであった。人員が集められると、彼らは生存技術、砂漠での運転と誘導を、加えて無線通信と破壊活動の訓練を砂漠において開始した。 LRP は当初、巡視隊として知られる3部隊を編成しうるのみであったが、戦力の倍増で新たな重車両部門の追加が可能になった。1940年11月には、LRP の名称は長距離砂漠艇身体へ変更され、ニュージーランド人にイギリス軍と南ローデシア軍の連隊からの志願者が加わった。大半がこの衛兵旅団と、 義勇の沖兵の、格連隊から到来したイギリス軍の志願者は、彼ら自身が構成する、巡視隊として編入された。元々の巡視隊は、2名の士官と28名の他、階級を要し、カナダ軍仕様のフォード製 15CWT トラックを1台、シボレー製の 30CWT トラックを10台、装備していた。1941年3月には、 新型のトラックが支給され、巡視隊は1名の士官と15名から18名が5台から6台の車両に搭乗する巡視分隊へと分割された。それぞれの巡視隊が衛星兵、誘導担当、無線担当、車両整備担当を編入しており、各自が役割に合わせて装備を持ちトラックに乗り込んだ。R の WB 無線トラックで 棒型アンテナが右側に見える。後ろの乗員がボーイズ対戦車ライフルを受け持っている。長距離巡視隊はバグノルドが指揮を取る15名からなる司令部を含んでいた。3つの参加部隊が存在した。R 巡視隊はドナルド・ギャビン・スティール隊員が指揮した。T 巡視隊はパトリック・クレイトン隊員。W 巡視隊はエドワード・テディ・セシルミット・フォード隊員が指揮した。T と W の巡視隊が戦闘部隊で、R 巡視隊は援護用に当てられていた。1940年11月、長距離巡視隊は再編成され、長距離砂漠挺進隊と再命名された。6つの巡視隊にまで拡充がなされ、T、W、R に、G、S、Y 巡視隊が加わった。それぞれの巡視隊が同じ連隊の集団に属する予定であったが、 この恵兵旅団や義勇能機兵団のみがそれぞれに G、Y と独自の巡視隊を編成した。G 巡視隊はコールドストリーム、この恵連隊第3大隊とスコットランド語衛連隊、第2大隊からの人員でマイケル・クライトン・スチュワート隊員が指揮した。Y 巡視隊はノッティンガムシャー義勇能機兵団からの人員を PJD ・マクライス隊員が指揮し、 ロイヤル・ノーサンバランド・フュージリア連隊や、アーガイルサザーランド・コーチ連隊からの人員も加わっていた。1940年12月に、W 巡視隊は解散となり、その隊の人員は、R と T 巡視隊の定員を満たすために用いられ、G 巡視隊がその車両を受け継いだ。1941年6月には、LRDG は2個中隊に再編されていた。 ニュージーランド人とローデシア人の a 中隊が STR 巡視隊を備え、B 中隊が GHY を備えた。司令部部門、軍事通信、測量、警備補修の各部門もまた存在した。重車両部門は、当初は4台のマーモンヘリントン製ロットントラックを装備しており、各根拠地へ補給物資を輸送し、 あらかじめ定められた場所へ秘密裏に補給地点を構築することで平坦支援を提供するべく用いられた。加えて航空部門があり、米港 ZGC-7 や u クックといった服用機を用いて重要人物を輸送し負傷者を退避させ他の連絡任務をこなした。1941年8月には砲兵部隊が イタリア軍の要塞をより効果的に攻撃する目的で編成された。当初は9回4.5インチ榴弾砲を MAXA10 トン NR4 トラックに積載し、堂々する軽戦車を走行観測場として用いていた。しかし、これらはクフラの自由フランス軍へ引き渡された。ついで部隊は25ポンド積載砲を支給された。この砲を用いて LRDG は エルグ・タフィアの要塞を攻撃し占拠する成功を収めたが、後にトラックは放棄されざるを得なくなり、実験的な試みは終了した。T1 巡視隊のシボレー 1533X2.30 CWT。前輪泥除けの後方の小円筒は、ラジエーターの複水器で、後部車体の張り出しの上には砂どぶ板が、設置されている。武器は、 ルイスケ形機関銃と三百三口径ブローニングマーク二である。1四十一年十月、LRDG は既存の巡視隊を二分された、巡視分隊とするという単純なやり方で、銃の巡視隊にまで拡充された。ニュージーランド軍人員は、r 一、r 二、t 一、t 二からなる A 中隊を編成し、イギリス軍、ローデシア軍人員は、g 一、g 二。 S1、S2、Y1、Y2 からなる B 中隊を編成した。H 巡視隊は1941年9月、3ヶ月の任務の後に解散となっていた。これら2個中隊に1941年12月、いずれも第3インド自動化旅団の参加であった第2、槍り兵連隊、第11騎馬連隊、第18騎馬連隊からの志願者で構成された。 インド長距離中隊が加わった。インド人中隊は民族的、宗教的観点で組織化されており、最初の2個巡視隊はもともと J と R として知られていた。これらの故障は混乱を避けるため I1、I2 に変更された。1942年10月、さらなるインド人巡視隊が編成された。M と S 巡視隊であり、それらが I3、 アイオン巡視隊となった。ポプスキー紙兵団とあだ名されたウラジミール・ポプスキー・ペニアコフ少佐が指揮する第一破壊中隊が1942年12月から始まって一時的に LRDG へ参加していた。各巡視隊の車両がそれぞれの表彰を用いていた。ニュージーランドの R 巡視隊は赤い下を持つ緑の平 T 機を 車両ボンネットの右側に、そして左側には R で始まるマオリゴの地名を用いた。T 巡視隊の車両は緑の芝の上に黒のキーウィトリ、そして T で始まるマオリゴの名称を類似の場所に用いた。W 巡視隊の車両は W で始まるマオリゴの名称や単語を書き込んでいた。イギリスの G 巡視隊車両は特別の表彰をつけていなかったものの、 数台の車両は、この衛兵連隊の気象を用いていた。W 巡視隊が解散すると、彼らは東部隊の車両を引き継いだ。Y 巡視隊の車両は、やや異なっていた。Y1 巡視分隊の車両は、どれも巧妙な酒の製造業者の名称を、そして Y2 巡視分隊の車両は、三重視からの名称を、車両ボンネット部分の左側に用いていた。 司令部門は四角形の中に配列された文字列を用いた。ローデシアの S 巡視隊はローデシアとつながりのある名称車両ボンネット部分の左側に用いた。1943年には補充された車両に名をつける慣令が廃止された。LRDG 司令部門がシボレー 30CWT に登場する。戦闘の2両がビッカース銃で武装し、 前輪ガード上に巻き上げ保管された骨の製の砂式を備えている。LRDG の車両は、主として二輪駆動で、四輪駆動よりも軽量であり、低燃費であるという理由で選択されたものであった。扉や火財除け、屋根といった不要部分はすべて取り払われた。さらに大型のラジエーター、そして複水器、過酷な地性に備えて組み込まれた板羽機構、幅広で、 低空気圧の砂漠用、タイヤ、砂式や溝型の後半、加えて地図収納やバグノルドが後半した太陽羅針ん板が搭載されていた。無線通信トラックには無線設備に場所を設けるため、車体に特別の区画が備えられていた。当初、LRDG の巡視隊は一両のカナダ軍使用、フォード 15CWTF15 15トラックを指揮官用として、 一方その他は重量に至るシボレー 30CWT の158.5インチホイールベーストラックを用いていた。1941年3月以降、シボレーの 30CWT は CWP フォード 30CWTF30 30へと乾燥されたが、四輪駆動やシボレー車に比較した車重の増加は燃料消費の倍化を意味し、巡視活動の範囲を狭めたので、 アルメンではこれは逮捕であった。1942年3月から、フォード社は、暫時、LRDG のために特注された200台の、カナダ製、シボレー 1533-230CWT に入れ替えられていった。1942年7月から、ウィリスジープが、巡視隊指揮官と巡視隊軍装のために供給され、始めた。後部に、 ボホース3 7ミリ対戦車砲を搭載した、シボレー WB。巡視車両は、当初、11丁のルイス機関14丁のボーイズ対戦車ライフル1門のボホース3 7ミリ対戦車砲を各車両で分け合うべく供給されて用いていた。1940年12月には、車両の武装は改善され、例として、T 巡視隊は5丁の303口径エビッカース。 中型マーク、I 機関銃、5丁のルイス機関銃、4丁のボーイズ対戦車ライフル、1門のボホース37ミリ砲を備えていた。用いられた他のビッカース製火器が50口径の銃機関銃で車両の後部に据えられるものであった。部隊の全車両が少なくとも1丁の銃で武装していた。各車両が6から8箇所の銃火を備えていたが、 通常はその中で2から3箇所のみが用いられることとなった。陸軍から供給された武器に追加して LRDG はイギリス空軍の余剰の対空砲をその発射速度から導入し装備していた。それらの中で最も後半に利用されたのがビッカース系型機関銃でしばしば2丁1組で据え付けられて用いられた。1941年のから LRDG は、こちらも2丁1組で据え付けられ、総計で1分あたり2400発を打ち出す303口径のブローニングマーク2を、イギリス空軍の在庫から獲得した。1942年3月に新車両が配備、されると、数台は捕獲された、陸空両用の20ミリブレダ35型を、ボホース製37ミリに置き換えて搭載するように、改造され、 そして各巡視分隊が1台のブレダ・10トラックを装備した。1942年9月には50口径のブローニングアン M20 機関銃が両口径のビッカース機関銃やボーイズ対戦車ライフルに置き換わり始めた。LRDG の人員は通常のイギリス軍の第二次世界大戦仕様の消火器を装備し、 ショートマガジン D ・エンフィールド第1番マーク3が主なライフル銃であった。他に装備された消火器はトンプソン系機関銃、38口径のエンフィールドやウェブリースコット、あるいは45口径のコルト 1911A-1 ピストルであった。ミルズ型対戦車用第68番、第69番といった数種類の手榴弾が用いられた。 各トラックには DM フィールドは発射機付きライフル取付け備品が用意されており、ミルズ第36番 M 小銃敵弾を撃つことができた。LRDG はまた地雷の敷設も行い、マークに地雷が最もよく使われた。利用された他の爆発物にはノーベル808を用いて特別に作られ、飛行機や他の目標の破壊に用いられたルイス爆弾や 敵の車両の破壊に用いられた粘着爆弾があった。捕獲されたドイツ・イタリア軍の消火器もベレッタ M1934、ルガー p 0 8バルサー P38 などが役立てられた。ドイツ軍の m p 4 0軽機関銃や MG34、MG42、イタリア軍のブレダ M37 やブレダ M38 機関銃がいずれも用いられた。 R1 巡視隊の無線担当、アーサー・ジョージ・ビドル信号隊5長が、シボレーの 30CWT1533X2 に搭載された第11号無線機を使っている。アンテナ竿がちょうど頭上にある。ウィンダムダイポールアンテナ用の4本の木製支柱は、木製の欲張り板の上部張り出しに乗せて運ばれる。骨の地の砂式が、 右側の車両上に巻き上げられている様が見て取れる。LRP では無線担当は大半がニュージーランド出身であったが、LRDG では無線担当の全員がイギリス軍信号隊の出身であった。このような者たちは通信の技術を身につけており、外部の助力を受けずに装備を保全し修理できた。故障した無線機が 巡視隊と司令部とのやり取りを妨げた機会は3回のみであった。LRDG の全巡視隊が第11号無線機と非軍事用とのフィリップス635型受信機を装備した車両を1台装備していた。第11号無線機は戦車での使用のために設計されており、送信機と受信機の回路を備えていた。イギリス軍信号隊は第11号無線機を 6フィートもしくは9フィートのアンテナを用いて3マイルから20マイルの間で送受信に用いることを見込んでいた。LRDG はあらゆる通信にモールス符号を用い500マイルまでの通信に対応するトラックに据えられた6.3フィートの単極アンテナに取り付けられたダイポールアンテナを用いて遠距離の通信を行え、 あるいは2本の17フィート高の柱から吊り下げられたウィンダムダイポール機構を持ってさらなる遠距離に対応した。ウィンダム機構を使用する際の難点は設置して適切なアンテナの長さを割り出すために時間を要するので比較的安全な地域でのみ使用可能であるというものであった。第11号の電源のため予備の電源を無線車両が運ぶ必要があった。 フィリップス受信機はグリニッジ標準時を傍受するために用いられ、これは砂漠での誘導において極めて重大であった。移動時には巡視隊の指揮官や軍装の先導車両は正気を掲げた。LRP は四願機兵隊の系統に沿って構成されていたので、指揮官は A 隊が緑色、B 隊が黒色、C 隊が黄色、D 隊が赤色の旗をつけた。 LRDG が11の車両巡視体に編成されると、緑地に巡視体の文字が白色で示された旗へと単純化された。後の巡視分隊は場合により、緑一式の旗を用いた。意図していた道から進路を変える必要が生じ、あるいは敵の活動がある場合には、巡視体の行動は各トラックの3階度合いの広さに応じて、 青と白の信号機を用いた単純な手渡信号の仕組み、あるいは手での合図で統制された。LRDG の全トラックがバグノルド式対応ラシンバンを装備しており、数台はさらに P8 戦車用コンパスを装備していた。各巡視隊は誘導担当を有しており、常に編成の2台目のトラックに登場していた。当人はトランシットと 転測結果を記入する天体歴、そして地図を装備していた。時計が用いられ、そしてグリニッチ標準時の時報信号を用いて、午後ごとに調整が行われた。初期に LRDG が直面した大きな問題は、特にリビアに関する正確な地図を書いていたことであった。巡視隊は自分たちが取った経路ごとに自ら測量を行い、自ら地図を制作する必要があった。 1941年7月にはこの任務を遂行するため測量部門が編成された。1940年から1943年にかけての LRDG の作戦区域。大津中井の左側にヤローオアシス、そして右側にシワオアシスがある。バルカは上部左側で大理石門は地図の左端、エル・アゲーラの左にあった。 1940年から1943年にかけての LRDG の作戦区域は西部砂漠地帯として知られ、地中海からティベスティ山地とウーエイナと山脈に至る南方への約930マイル、そして東のナイル渓谷から西のチュニジアアルジェリア山脈に至る約1200マイルにわたって広がっていた。舗装道路は存在せず、 細い道と脇道のみが遠く一気を横断していた。日中の気温は摂氏60度に達し、夜には氷点下となった。水はいくつかのオアシスに見つかるのみで、そこはまた植生が育つ唯一の土地でもあった。第8軍の大半が沿岸部で行動した一方で、LRDG は内陸部の大津中海南部で作戦を開始し、ついでは当地に根拠地を置いて、 西部や北部で作戦を行い、その後には、さらなる西部、沿岸からは、かなりの南に、根拠地を置いた。最初の LRP の巡視活動は、イタリア軍のエジプト侵攻の時期に始まった。エドワード・ミットフォード大尉が指揮する、W 巡視隊は、1940年9月15日に、クフラ島ウーなどの偵察を行うため出発した。イタリア軍のを見出さず、 彼らは南に転じて燃料集積所や飛行機、そしてクフラに物資を運ぶイタリアの輸送隊を攻撃した。パトリック・クレートン隊員が指揮する T 巡視隊はクフラとウエイナとの間の幹線道路を偵察し、ついで W 巡視隊と合流するため南へ向かった。イタリア軍のトラック2両と公用郵便を捕獲して両隊とも根拠地へ戻った。 このような襲撃へのイタリア軍の対応は、前線の戦力を縮小して、当地域への駐留部隊の人数を1940年9月の2900名から11月には5500名にまで増強するというものであった。1940年12月27日、G と T 巡視隊が回路を立ち、クフラの北西方向へと砂漠を横断した。到着すると彼らは、 チャド中流の自由フランス軍部隊の代表者と会見し、1941年1月11日には、ムルズクのイタリア軍要塞に対して共同攻撃を仕掛けた。2時間の戦闘の後、要塞はイタリア軍の支配下に止まったものの、隣接する飛行場が破壊された。各部隊はついで南方面、ゾウアルの自由フランス軍駐屯地へと退いた。 1941年1月31日、彼らは、ジェベルシェリフ渓谷で、イタリア軍の LRDG 類似部隊である、クフラ自動化サハラ中隊の擁撃を受けた。LRDG は1名を戦死で失い、クレートン少佐を含む3名を捕虜とされ、戦闘中に3台のトラックを破壊された。イタリア軍の損失は5名の戦死者、3名の負傷者で、あり、1台のトラックが遺棄された。 LRDG の4名は、食料を持たず水は、一行内に2ガロン分の水1缶のみで、10日間で200マイルを歩いて安全な環境へと逃れた。当巡死体は2月9日にエジプトへ生還した。およそ4500マイルを走破し、6台のトラック喪失を経験し、その4台は敵の行動に、また2台は機械的故障によるものであった。1台は、 後部車軸を壊しており、修理可能となるために900マイルにわたって、牽引された。死傷者は総計で3名の死亡と3名の捕虜であった。クレートン少佐は、ことウ勲章を授与された。イタリア軍が切れないかから追われて、コンパス作戦が終了すると、LRDG を回路からクフラに移動させる決定が、下された。同時に、LRDG には、Y。 S, S 巡視隊が加わって拡張がなされた。エルヴィン・ロンメル将軍指揮下のドイツ・アフリカ軍団が1941年4月に反撃に出ると、LRDG はクフラ地域を強化するよう命令を受けた。R 巡視隊は、タイセルボに、S 巡視隊は、次元に、そして、LRDG 司令部と T 巡視隊、また自由フランス軍がクフラで、バグノルドの指揮下にいた。 文献隊となった GY 巡視隊は第13軍団の指揮下でシワオアシスに根拠地を置いた。LRDG の空の経路がクフラ選挙の間にガイレノックスプレンダーガスト少佐によって形成された。偵察や連絡、負傷者の避難、カイロ司令部への飛行についての飛行機の価値を察知し、彼は長距離用燃料タンクを備えた2機のウェイコ機を配備した。1機を プレンダーガスト自身が、もう一機は R ・カイティ・バーカー軍曹が操縦した。1941年8月にバグノルドが、カイロ参謀本部付けに任命されると、プレンダーガストが LRDG の指揮を任された。LRDG は、今や、数軸軍前線背後での一連の巡視活動を、開始していた。7月末にかけて、T 巡視隊は、 シドラ湾の南部に向けて砂漠に出発した。一台の T 巡視隊トラックは、数軸軍が往来する沿岸の幹線道路を視察することに成功した。2週間から3週間後、彼らに S 巡視隊が続き、ヤローオアシスとアジュダービアーの間で同様の偵察を行った。両巡視隊とも発見されることなく無事にクフラへ戻った。1 9 4一年八月。 R 巡視隊がシワで GY 巡視隊に交代し、10月にはそこに T 巡視隊が加わった。1942年9月、ビッカース系型中で武装した G 巡視隊のジープがキャラバン作戦の最中にバルカへ向かう。1941年11月、今では新編成の第8軍の参加であった LRDG はクフラからシワへと移った。 各巡視隊は、ジェベル・アフダルの南の砂漠路を見張り、増援や撤退の兆しを報告する任務を受けていた。R1 巡視隊は、トブルク西方の飛行場を襲撃するため前線の後方に落下山降下した、デイビッド・スターリング隊員と30名を迎えに行くこととなった。21名のみが合流地点へ到着して、イギリス軍の前線へと戻り、 後に特殊空挺部隊の中核となる。LRDG に割り当てられた他の任務の一つが SAS の部隊を敵の前線背後へ運ぶことであった。1942年に SAS が独自の輸送手段を支給されるまでこれが続けられた。11月の初め、T2 巡視隊は4名のイギリス軍士官をゲベルへ移動させ、3週間後に当地へ戻って、 彼らを迎えることとなった。士官たちは、ロンメル将軍の殺害を意図して計画された、フリッパー作戦のための先見地状態であった。11月24日、クルセーダー作戦を支援するため、LRDG は、数軸軍の後方地域を攻撃する命令を受けた。すでに巡視活動に出ていた Y1、Y2 巡視隊が、メチリ、デルナ、ガザラ地区の目標を攻撃した。 Y1 は、輸送車両置き場の15台に損害を与え、Y2 は小規模な要塞を奪取して、約20名のイタリア兵を捕虜とした。S2、R2 巡視隊は、ベンガジ、バルカ、マラワ地区の目標を攻撃し、9台の車両に対する、待ち伏せ攻撃を行った。G1、G2 巡視隊は、アジュダービア・近傍の幹線道路を割り当てられ、G1 はそこで、 路上往来に二度の攻撃を行い、数台の車両を銃撃した。数軸軍部隊が切れないかから撤退すると、LRDG は、アジュダービアから約140マイル南南東のヤロアシスの根拠地へ移動した。1941年の最後の作戦は12月に行われ、LRDG は、数軸軍の飛行場への襲撃を行う SAS の行き帰りを輸送し、 彼らは、すると、エル・アゲラ、アジュダービアー、ノファリア、タミトの飛行場を攻撃して151機の飛行機と30台の車両を破壊した。シルテへの2度目の襲撃で、SAS は止められた飛行機を攻撃する新方法を考案した。彼らは、LRDG のトラックを飛行機の列の間に走らせ、ついで、それらは、機関銃と手榴弾による攻撃を受けた。 これに先立って、密かに飛行場へ侵入し飛行機と車両へ、ルイス爆弾を仕掛ける策が施されており、爆弾が炸裂する前に場を離れていたというもので、この攻撃が大いに成功を収めたことから、飛行場への攻撃に際して好まれる手段となった。1942年、重積載の R1 巡視隊のレー車列が、ヤロアシスを出発する。マオリの 平定機を用いた部隊機械が戦闘車両のボンネット部に見え、右側フェンダーには暗色の四角形に個別番号、R4 を付けている。LRDG がシワに駐留していた折に、彼らはそれ以降バルビア道路の道路監視として知られるようになった任務に参加した。そこで各巡視隊は常時の道路監視の任務に携わり、一隊が一週間から十日間に渡って、 道路を見張り、別の一体が彼らを任務から解くためにそちらへ向かい、三体目は任務を離れて、市外と戻ってゆくというものであった。道路監視の場所は、大理石門の記念碑から5マイルほど離れた地であった。道路監視の巡視隊は、道から2マイルほど離れた地に駐車し、各トラックは偽装用の網、その地の植生や砂で偽装を施された。日ごとの夜明け前に、2名が、 道路から350ヤードほど離れて、よく偽装を施された位置に着いた。日中には、彼らは、あらゆる車両や、部隊の動きを詳細に記録し、そして夜には、道路から30ヤードほどの地点に移動して、いかなる種類の車両が往来しているかをとと、外形から推測した。日の出に、彼らは、当日の道路監視任務を引き継ぐ、別の一組と交代した。 戦車軍や大規模部隊の移動が見られると、彼らは、シワの LRDG 司令部に、直ちに無線連絡し、敵が前線に到達する頃には、カイロの総司令部が、相手の到来を知っているようにした。巡視隊は交代して退くと、目撃したすべての詳細をシワへと送信した。LRDG は、道路監視の間に、人員や車両を失うことはなかったものの、 数度の近接遭遇の機会があった。3月21日には、R1 巡視隊は夜を過ごすために監視役と彼らの車両の間に停車した27台からなる車列とおよそ200名に取り囲まれた。道路監視が続けられる中で、別の巡視隊が地雷の不設や機関銃による車両への攻撃で、トリポリとベンガ時間の道路における別区間に沿って目標を攻撃した。 1942年の3月2日から7月21日まで、当の道路は24時間体制で常に監視の下に置かれていた。ガザラの戦い、そしてトブルク陥落の後に、LRDG は6月28日にシワからの撤退を余儀なくされた。A 中隊は再補給に次いでエクフラへ戻るため回路へと退き、一方で B 中隊はファイウムへと向かった。 T1 巡視隊のテアナウニはキャラバン作戦からの撤退時に航空攻撃を免れて唯一残ったシボレー者であった。2連装、ブローニング機関銃の2組で武装している。第8軍がエルアラメイン戦線を保持する中、数軸軍の補給路、そしてベンガジトタブルクの港を攻撃する計画が持ち上がった。1942年9月、 イギリス軍コマンド部隊がトブルクを陸海から攻撃することとなる。SAS はベンガジを攻撃し、スーダン国防軍はヤローオアシスを占拠する。LRDG は各目標への攻撃部隊の誘導役として用いられ、同時に LRDG 部隊がバルカを攻撃する。バルカ方面部隊は G1、T1 巡視隊の17台の車両47名の 人員で構成され、目標へ到達するために1155マイルを移動する必要があった。到着すると T1 巡視隊は飛行場を、G1 はバルカの兵舎を攻撃した。飛行場への攻撃は、イタリア軍の捕虜によると35機の飛行機を破壊した。イタリア軍の公式の数字は、16機が破壊され7機が損傷したと見積もっている。 1942年9月30日、LRDG は第8軍の指揮下から離れて、中東方面総司令部の直接の指揮下に入った。北アフリカにおける LRDG の最後の作戦は1943年3月、マレス構成において、チュニジアで第2ニュージーランド師団をマレス先近辺で誘導するものであった。LRDG の指揮官、 ジョン・リチャード・イーソン・スミス中佐は、レロス島の戦いで戦死した。1943年5月、LRDG は、山岳戦闘の再訓練のために、レバノンへ送られた。しかしながら1943年のイタリアの、急戦を受けて、彼らは、通常の不評部隊として、任務を果たすべく、ドデカネス諸島の一環であるレロス島へと派遣された。その後、 エロス島の戦いに参加し、そこで指揮官のジョン・リチャード・イーソン・スミスは戦死して、デイビッド・ロイド・オ援ンが後を引き継いだ。この戦いの後に、2名の士官とおよそ46名の人員からなる、残りのニュージーランド人が、LRDG から離れ、自らの師団へと復帰した。1943年12月、LRDG は8巡視隊を要するニコ中隊として、再編成された。 各巡視隊が1名の士官、10名の他階級の者を含むものであった。モイアストールモンス・ダーリング少佐が、イギリス人中隊のケネス・ヘンリー・ラザルス少佐が、ローデシア人中隊の指揮を任された。ついで各巡視隊は、ドイツ軍部隊の移動に関する情報をつかむべく、ローマの北部に落下山降下し、またダルマチア諸島とコルフ島への襲撃を勧告した。 1944年8月、イギリス人中隊の巡視隊がユーゴスラビアへ落下山、降下した。ある巡視隊は日本の40フィート長の大型鉄道橋を破壊し、ドイツ軍の物体と物資の移動に大いに混乱をもたらした。指揮官の応援中佐と36名からなる一団は1944年9月、アルバニアへ降下した。彼らの任務はドイツ軍の後退を追跡し、 それを攻撃するアルバニアの抵抗組織を支援することであった。1944年10月、イギリス人中隊の二巡視隊がギリシアのフロリナ地域に降下した。そこで彼らは後退するドイツ軍が利用していた道路に地雷を付設し、三台の車両を破壊して道路を塞いだ。立ち往生した車列に隣接する丘陵から発砲し、残存車列を破壊するべく、 イギリス空軍の飛行機を誘導した。ヨーロッパでの戦争が終結すると、LRDG の指揮関連は、イギリス陸軍省へ、部隊が極東方面へ移され、日本軍に対する作戦に従事できるよう請願を行った。この請願は退けられ、LRDG は1945年8月に解散した。ニュージーランドのパパクラ軍営にある LRDG 記念碑。 長距離砂漠停心隊は第二次世界大戦の終わりとともに解散した。今日彼らに比較しうる唯一のイギリス軍部隊は特殊空挺部隊の機動小隊である。常備の特殊空挺部隊中隊のそれぞれが機動小隊を備えている。LRDG のように彼らは車両利用の専門家であり、車両のいかなる問題をも修復するための高度な 自動車工学の訓練を受け、また砂漠戦闘の熟練者である。長距離砂漠艇止隊は特殊空艇部隊協会が代表する第二次世界大戦期の部隊の一つである。他に代表されている部隊は SAS の全連隊、特殊襲撃中隊、特殊襲艇部隊、ファントム連絡連隊、襲撃支援連隊、キリシア新生中隊である。ニュージーランド陸軍は パタクラ軍営のニュージーランド特殊空挺部隊兵舎に LRDG を称える常設の記念碑を建てた。2009年8月7日、LRDG で任務に就いた全ニュージーランド軍人の詳細を記した2枚の名板が除幕された。イギリス帝国戦争博物館に展示されている LRDG のシボレー w b 車。LRDG のシボレー w b トラックの1台が ロンドンの帝国戦争博物館に展示されている。1983年に当時は退役少将であり、LRDG 協会の会長であったデイビッド・ロイド・オーウェンがリビアの砂漠から回収した後に、協会から博物館へ寄付された。発見時の状態のままに保存されており、錆びついてはいるものの概して無傷である。ありがとうございます。